ファイナンシャルプランナーの駒崎です。本日のテーマはこちらです。追加物件購入前に不動産投資ローンを借り返すべき理由はということで、お話ししたいと思います。本日の動画ではですね、こちらのまず理由を2点挙げます。そしてその後に借り換えの効果、そして最後に借り換えするための条件についてお話をしていきたいと思いますので、最後までご視聴をよろしくお願いします。物件追加をすることで今後の借り換えがしにくくなるというのが一つ目の理由になります。例えばですね、こちらは既存の借り入れ額がまず増加をします。そして年収倍率がオーバーする可能性が出てくるという、この2点がそのポイントになります。この年収倍率というのはですね、年収の何倍までを借り入れ限度額と定める一つの指標なんですけども、これはですね、すべての金融機関での借り入れを通算して考えます。ですので、不動産投資用の物件、それ以外の住宅ローンとか車のローンとかですね、すべてを含めて考えていくというふうになります。ですからですね、この追加購入をする前にですね、不動産投資ローンを借り返して収益改善を図った方がですね、物件購入後よりも借り換えがしやすくなるということですね。これが一つ目の理由になります。物件追加をすることで、今後の借り換えがしにくくなる可能性があるということですね。そして2点目です。2点目はですね、追加物件購入によってですね、必ず収入が上がるとも言えないということですね。例えばですね、こういった物件あると思います。物件購入の例としまして、東京23区の築浅、ワンルームマンションを購入する、よくあるケースだと思うんですが、こういったケースですと、毎月の収支で自己資金が発生するケースが出てきます。つまりですね、借り入れをして物件の追加をしてもですね、全体の収支を悪化させてしまうケースがあるということですね。この融資の審査の年収なんですけども、給与収入プラス不動産所得っていうのを年収として計算をしていくんですが、この収支のですね、悪化があると、この年収の倍率だけではなくですね、このように返済比率の基準で借り換えが難しくなるというケースもあります。これが2点目の理由になります。これがですね、今回のテーマで物件の追加購入する前にですね、借り換えをする必要があるという理由になります。そして借り換えをする効果なんですが、こちらはですね、今の金利よりも低くなる可能性がある。そして融資条件によってはですね、返済期間を延長できる場合もあります。そして月々の返済額に関してなんですけども、これ大小はありますが、例えばワンルームマンションとかでもですね、月々1万円以上返済額が少なくなる、そんなケースもあります。つまりですね、借り換えすることの効果によってですね、支出の改善をすることができます。そして物件を追加することなくですね、収益を上げることができると。そしてもし物件をですね、増やす際にはですね、借り入れがしやすくなるというのがですね、先に借り換えをするメリットになります。では最後にですね、不動産投資ローン借り換えの条件ということで一例を挙げていきます。こちらはワンルームマンションの借り換えについてですね、こちらご紹介をしたいと思います。まずですね、こちら申し込みの住所、特にですね、投資家の方のですね、住所の制限はなくですね、ただ金融機関が東京にあるケースがほとんどですので、契約場所は東京都になっていきます。そして重要なポイントが雇用形態、ワンルームマンションの場合ですと、正社員、法人役員、自営業、こういった方が対象となってきまして、年収の方は最低500万円以上が基準になってきます。そしてこの年収に関しては、不動産収入プラス不動産のここは所得で見ていきますので、給与年収プラス所得を足した計算となっていきます。そして年齢の方がですね、原則60歳未満となっておりまして、重要なのがですね、この物件のエリアですね。物件エリアに関しましては、ほぼこの辺で、エリアが大体決まってまして、金融機関によってはですね、この中でも福岡県の福岡市内ではないとダメとかですね、そういった市単位での、エリア対象になるケースもあります。そして金利の条件はですね、いい金利で 1.6% 前後の借り換えの金利が出るケースもありまして、年収倍率に関しては金融機関によってですが、7倍から10倍、このご自分の年収に対してですね、
この倍率まではですね、借り入れの上限として見れる可能性があります。そして借り入れ可能額に関してはですね、その物件、借り換える物件の担保評価額の中に限られますので、実際には物件の審査をしてみないとわからないことになるんですけども、もしいい立地で物件の評価が高いとですね、借り換え時の諸費用、例えば融資手数料とかですね、登記費用もですね、借り換え後のローンに含めることができる、そんなケースもあります。ですので今回はこのワンルームマンションの借り換えのローンとしてご紹介したんですが、対象となる方はですね、このような方ですね、 2% 以上の金利を適用している方、あとは毎月の収支が赤字の方ですね、ここに該当する方に関しましては、ぜひですね、不動産投資ローンの借り換えをまずしていただいてからですね、今後の物件の追加などをですね、検討していただいて、不動産経営のですね、収入の方をですね、どうにかプラスに持っていってほしいなと思っております。はい、ここまでが本日のテーマになります。ご視聴いただきましてありがとうございます。